そんな長くやらないですけど、ちょっと僕を こんばんは。すごい。お兄さん、ありが魔女の帽子。わさぴさん、ありがお墓。バイトしてるの？えらいね、みんな。なんかいた。あ、猛烈に疲れた。猛烈に疲れました。猛烈に疲れたんだよ。ハロウィンのやつが落ちてきてる。あ、ね、見た、私も。そう、ハロウィンのギフトでも、そう、帽子とか、なんか決められてるんだよね、ポイントに反映されるギフト。頑張りん。Jさん、ありがホームリー。エイジさん、ありがおばけん。ヒデキさん、ありがとう。わさぴさん、ありがおはか、ありがとう。言ったっけ？そう。そうやね。そう。おかっきーさん、ありがコウモリ。そう、だからコウモリとかは果物のやつのポイントにならないのかな。確かね、結構少なかった気がする。でもいいよ、みんな。もう大丈夫だよ。いいよ。ありがとね、みんな。まだ収穫だものを食べて、食べたところでみんなきっとあれだし、お腹減っちゃった。え、ちょっとそうです、私昨日からダイエット始めたんですよ。ダイエット始めたよ。いや、本当に大丈夫ですわ。なんか、まあ、1日考えた結果、いや、このやつは私は嬉しいけど、なんかファンの方、まあ多分ファンの方にあんまりだなと思う。ファンの方が、あ、なんか、まあみんな分かるでしょ。何ダイエット？健康ダイエットです。健康ダイエット。さっき、まあ、食事ね、メモるようにして。これ。何時後？ああ、こしちゃったよ。あのね。普通のダイエットです。本当にベーシックなダイエット。そう。10分で終わります。あと。あと10分で終わります。あ、ハロウィンのやつだ。無料のやつだ。だってあとな、だってさ、何キロ痩せたの？痩せてないよ。痩せてないから始めたんだよ。だってあとね、だって20万ポイントだもん。それ20万ポイント、
みんなにやるのはあれだなと思って。まずいつもダイエット、なんで食べ過ぎないようにしてたけど、なんか運動とか最近全くしてなかったら太ったんですよね。今人生最高体重に戻っちゃって、そうなんだよ。でもあんまはねレッスンで踊ってるけど毎日踊ってないな。だってさ、え、すごい、あやねちゃんとかみんな達成してるんだ。え、すごい、20万ポイントなんて、おい、すごい、みんな達成するんだ、すごい、なんで20万ポイントなんて、もうだって1万6千円だから、だって10、俺全然、すごい、みんなすごいね、みんなどういう、あれなんだろう、お強いのかやるよ、すごい、あやちゃん1日で13万、へえ、すごいね、うわ、いいよ、そういう、すごいな、なんか私には未知の世界え、あ、忘れてた、ちょっと待って、エースのワンペアさん前タワー投げてくれたよね、で私書きますって言って書いてないんだよ、そしてね、今も投げてくれたんだね、もうじゃあ思い出した、思い出したうちに書いとこう、さきはつくの夢叶えたいさん、ありがとう、お化けエースのアンペアさん、ありがとう、お化けの、あ、猫なんだ、すげえ、かわいい、また減っちゃったね、そうだ、忘れてたよ、ごめんね、ん、腹筋呼び、なんか今日ほんと疲れちゃった、おー、なんか味がある字見て、味がある、エースのベアさん、ありがお化け、これはあの前回、前々回の方ですかね、いやさ、20万なんてさ、だってさ、え、みんなそんな盛り上げると思ったのか、お、すごいね、もういいよ、すごいな、お腹が減っちゃったよ、頭が回ってないな、今日は10月、今日は29日、エースのペアさん、ありが、猫ちゃんのやつありがとう、そう、シュワヤね、 G の仲間らしいよ、ありがとう、撮った撮った、マッシーは昔2時間で撮影してたんだ、すごいね、マッシー、マッシー配信してるの、ありがとう、撮った、よかった、私は到底無理だわ、だってさ、だって無理でしょ、だって、あ、無理じゃ、無理じゃないけど、だってさ、これあれだもんね、
だって1万6000円でしょ。何やろう、無理じゃないけど、なんかみんなにそんな無理してもらいたいわけでもないし。あー、お腹が減ってきたな。テラップ見てきた。おかっきーさん、ありがおばけー、ありがおばけー。なんか苦しくなってきた。なんか苦しくなってきた。なんか自分無理だ。なんか自分ってあれだわ、ほんと。虫のバラード見た？嬉しい、ありがとう。いいよ、みんな無理し、私のそんな数少ないファンの皆さんに無理するのは申し訳ないから。そうだってさ、きっとさ、みんなは分からんけど、どうなんだろう、あれかな。そうだから、あー、やめて、この話もやめたい、やめようか。あ、もっと3分だ、30分まで終わりにしようかな、30分だったら。そうなんですよ、最近疲れすぎて、もうやめて、その話振るのやめてくれ。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 あ、ボサボサになっちゃった。たきさん、ありがとう。ありがとう。フィディさん、おかげで金欠だからいいよ、やんな、いいよ、ありがとうね、嬉しいよ、ありがとう、ハッピーハロウィン。あ、ごめん、ありがとう。ごめんはダメだね。あー、さくまさん、ありがとう。かぼちゃのタワーですよね、金欠ですよね、皆さん。なんかさ、違うな、自分はダメだ、コーナーダメだ、寝てますよ今日は。だって別に一日なんもなかった。一日なんもなかったから、そう、自主練してただけだから。そう、午前は舞台見に行きました、ミスターの。そう、見に行って、舞台を見に行って、鼻かゆい、舞台見に行って、あのオープニングナイトみたいなをみんなで見に行って、そう、見に行って、ご飯食べて、その後自主練習しました。舞台、そう、ミスター、なんかアンサンブル出てたから、どのくらいになるのかなと思って行ったんだけど、結構ね、良かったで、出てました。あ、11月3日お話し会か。そう、楽しみだった。ジェイさん、ありがとう。おばあけ、バイトが休むの、バイトはだったごめんね、なんか急にやったからね、私が。あー、くまさん、ありがとう。チーズ、つくちゃつくちゃ。そう、ありがとう、嬉しかったです。チコメントさん、ありがとう。なんか最後一個話でもして終わりにしようか。そう、今日、やめとこう。今日、豚を見に来て、美味しい、あ、そう、じゃあ私のダイエットの話だけしてから、なんか、
YouTuber の方が言ってるダイエット方法なんですけど、まあ、カロリーのその、まあ、収支そのカロリーの消費と取り込むカロリーとかのバランスとかを見てダイエットするみたいなやつなんですけど、糖質は1日 120g に抑えようとか、タンパク質は1日自分の体重分以上食べようとか、そんな感じかな。のダイエットで、あと運動もして、タンパク質はクリアしたんだけど、炭水化物糖質 120g に抑えれなかった。チョコミントサーニがお化け、アニがお化け、今日抑えれなかった。でもカロリーは1067カロリー摂取したくらいだから、まあまあ、でもこの後なんか食べたいなとか思っちゃってる自分がいるよね、いるよね、そういるよね。この後お菓子食べたいな、お菓子は食べたいなと思ってないけど、なんか食べたいなと思っちゃってる僕ちゃんがいる。マークス高島さんありがとう。運動はね、私毎日ウォーキングしてるんだけど、ウォーキングとあとはその日によってって感じなんだけど、あと今日はダンスしたり、でも時間なくて筋トレしたいんだけどちょっと時間がないなっていうのがありますね。はあ、もう今日ほんと疲れすぎちゃったな。でも明日が一番疲れるから、頭がパンクそう。だめだ、容量小さすぎた頭のって感じです。ということでランキング見たいと思います。13位、ちまさん、ちまさんありがとうございます。12位どやりんちゃさん、どやりんちゃさんありがとうございます。11位余裕のないゆうちゃんさん、余裕のないゆうちゃんさんありがとう、プリンありがとうございます。10位すーさん、すーさんありがとうございます。9位ひいれぎさん、ひいれぎさんありがとうございます。8位のりーさん、のりーさんありがとうございます。めっとい。7位、あ、ミティアトマーク、みんなに遠慮しちゃう、かわいい、いや、しょうがない、そういう人間だ。ミティさんありがとうございます。6位、ジュエさん、ジュエさんありがとうございます。5位、おかきさん、おかきさんありがとうございます。4位、わさっぴさん、わさっぴさんありがとうございます。そして3位は竹はつくねむかないたいさん、竹さんありがとうございます。2位、まーさくまさん、まーさくまさんありがとうございます。そして1位は S のペアとマークユエスさんということで、 S のペアさん、まーさくまさんと S のペアさんもありがとうございました。ありがとうございます。あとなんか言い残したことあるかな。明日は多分配信したいん、メイクはねするんですよ。あ、朝しようかな。なんかメイクするんですよ。だからする、なんか最近ね、ちょっといろいろ整ったんで配信したいんですけど、多分夜もしようと思ったらできるんだけど、夜はちょっと疲れすぎてる可能性があるんですよね。レッスン6時間あるからだから、まあでも夜でもいいんだよね。明日あんまりしてないよ、やりたいだけだから。あばば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 ば、あ、なるほど。
チーター、なるほど。あ、じゃあこれだったら、そうだね、夜疲れてなかったらやるわ。でもレッスンは9時に終わるから、9時に以降になると思います。9時に終わるから、まあ多分あさっては多分絶対配信する。マックスおめでとうさん、ありがとう、ハート3つ。そう、あ、レバネラ炒めいいよね。てか今日朝バナナジュース飲んだら、普通にバナナジュース飲んで、お昼に鮭、イクラ、アボカド丼を食べたら、一瞬で糖質が 120g を超えちゃった。悲しい。早くね、早くないと思って。でその後にタンパク質が足りてなかったから、タンパク質取るために、あと甘いもの食べたかったって思って、あのプロテインのさ、コンビニで売ってるプロテインのザバスってみたいなのあるじゃないですか。そのザバスちゃんのヨーグルトを食べたんですよ。ヨーグルト味、ヨーグルト飲む、ヨーグルト飲んだ。それでは超えちゃったね。そう、お米がね、そう外食だったから、お米いつもお米食べないんですよ、普段。自分で食べるときはね、自分で食べるときはオートミールしか食べないから、オートミールでごちそうさまなんですけど、でも今日はそう外食だったから、オートミールじゃなくて白米だったんですね。だからちょっと多かったね。でも白米久しぶりに食べたかもしれない。久しぶりかも。ん？久しぶりかもしれない。ん？久しぶりかも。白米久しぶりかもしれない。でもあんま白米食べたいと思ってないから、あんまり分かんないけど、久しぶりでした。ということで皆様、どういう食事を取ればいいのか今試行錯誤中。オートミールは糖質いっぱいあるかな。糖質あるけど食物繊維がやっぱあるんだけど、オートミールちゃん、白米はね、ま、小麦粉よりはいいよね。グラノーラは太るよ。グラノーラはね結構太るよ。グラノーラはね甘いからね、砂糖いっぱい入ってるからね。お肌の調子はよく、あ、一番ひどかった時みたいにはなってない。ここの膨らみがなくなったから。そう、そうでした。という感じですかね。付き合ってくれてありがとう。今から寝る支度をしたいと思います。あれ、私がメイク落としのためにコットンをここに持ってきた。メイク落とそうとした、でも落とさなかったよね。でその落とさなかったコットンどこにあったっけ。ここか、いた。寒いね今日は。あ、全然寒くないけど、あ、やばい、ジャンパーまだ買ってない。今日買いに行ったんだよ、本当。そう、今日買いに行ったの、舞台見に行った後ね。売ってなかった、いいのが。ダメだね。新宿で買わなかった。新宿は買わなかったです。新宿なかった、うん、新宿なかったから、次
次はどういうかな。コスプレはね手作りでした。31日のコスプレね何にしようか悩んでる。そう、新宿はなんかさ、お店はいっぱいあるんだけど全部、そう今日そうレイちゃんと一緒にいたんだけどさ、ハルピョンもいたんだけど、お買い物は新宿はなんか私たちセカンドストリートに行きたいって言ってセカンドストリートに行ったんですよ。セカンドストリートってあの古着屋さんなんですけど、なんか私の愛知にあるセカンドストリートはだいたい500円とかで売ってたりとかしてめちゃくちゃ安いねみたいな服がいっぱいあるお店なのね。なんだけどあの新宿のセカンドストリート行ったら全部高くて、あれこれ本当にセカンドストリートと思いました。あれ全部5000円とか6000円とか7000円とか1万円とかするじゃんと思って、えなんか私のね、なんかレイちゃんも同じこと言ってたんだけど、私も愛知にあるセカンドストリートはなんか1万円とかもあるけど基本的にはでもね新宿が高かったな。うん、ルミネストさんはわかんない、私見たんですけど、わかんなかった、何も買わないで帰ってきました。何も買わないでプロテインだけ買って帰ってきた。え、愛知より高い？いやでも基本の定価は変わらんからね定価は変わらないからね。なんか渋谷はでもね、前渋谷のセカンドストリートもレイちゃんって言ったんですけど、渋谷のセカンドストリートは怪しいなって気もするんだよね。でもなんか自分が好きなのが分からなかった、買わなかったな。そう、え、そういうことじゃないから、もう通じないですな。レイちゃんもとハツカの違うじゃなくて、レイちゃんも二人であれ高いねってなって書いたの。まあそういう話じゃないよそういう話じゃなくてみんなどういうのを想像してるの、マジでどういうのを想像してるのということで、トゥルトゥトゥトゥ、さよならでございます。バイバイ、元気でね、おやすみもうだからね、疲れてる時に配信するとテンションが激低いねこれはダメですね、達者でな、鼻かゆいですね。バイバーイ、おやすみ、元気でな、バイバーイ。